地震による地滑りで大きくずれ寸断された道路。台中仕切り峰区の921地震。教育園区では一部が崩れた学校の校舎が保存されている921大地震は台湾時間の1999年9月21日1時47分18秒に台湾中部の南投県修州鎮付近を震源として発生したモーメントマグニチュード7.6の地震。 921大地震のほか、台湾大地震、九州,州大地震、台湾中部大地震、九百二十一九州大地震、台湾大震災、九州,州大震災、台湾中部大震災などと呼ばれ、台湾では20世紀で一番大きな地震であった。地震により、台湾島の全域で揺れを感じた。当時の台湾は百九十六年以前の気象調震度階級のうち、 震度7がないものを採用していた。各地の震度は明館里と,と台中市で、震度6、台北市や高尾市など主要都市でも震度4で、全域で少なくとも震度3以上、収集鎮では震度7相当だったと推定される。国外でも日本の与那国町総内、竹富町入表で、気象庁震度階級で震度2を観測した。この地震は、 台湾のほぼ中央部で起きた。台湾はユーラシアプレートとフィリピン海プレートの衝突によって東西方向に圧縮され、そのおかげで南北に長い台湾山脈が形成されているが、台湾で起こる地震はこの運動に気にする。台湾の地下では海洋プレートであるフィリピン海プレートの下にユーラシアプレートが沈み込んでいる。ユーラシアプレートは日本付近を含む大部分で 厚く比重の小さい大陸プレートであるが、南シナ海では薄く比重の大きい海洋プレートに変質している。このため、日本の南海トラフや琉球海溝などとは沈み込み方が逆になっている。プレートテクトニクスに基づく研究によれば、台湾はもともと現在フィリピン西部にあるマニラ海溝の一部であった。マニラ海溝は数千万年前には現在よりも東にあり、 フィリピン海プレートの下にユーラシアプレートの薄い部分が沈み込んでいた。沈み込みによってフィリピン海プレートと海溝は次第に西に移動し約400万年前頃に北端部分が中国大陸の厚い近くにぶつかり始めた。これによって浅瀬の大陸方であったところに深体がついて隆起し次第に台湾島ができたと考えられている。二つのプレートの境界面は 台湾を東に行くほど深くなっている。台湾西部では近くがユーラシアプレートに張り付いているため、実質的には台湾東部の台東地方が2つのプレートの境界であり、最も活動が活発である。しかし、台湾西部のプレート境界面にも圧縮力がかかるため、これを解消しようとする断層が地表にまで伸び、時事地震を起こしている。 今回の地震はこの地表にまで伸びた断層で起きた。断層の名前はチェルンプ断層で、今回の地震でずれた方向は、二つのプレート。これは、この断層が二つのプレートの境界のずれる運動を忠実に再現していることを意味する。つまり、今回の地震は二つのプレートの境界で起きた、プレート境界型地震の性質が強い。しかし、内陸近く内地震の性質も、 多少を帯びており、純粋にどれかに分類できるものではないと考えられる。地下部分で、プレート境界型地震、地表付近では、内陸近く内地震の性質が強い。台湾は、過去にも、大きな地震が発生しているが、特に1935年の新築、台中地震、台湾時間9月22日の8時14分、9月26日の7時52分に、 それぞれマグニチュード6.8の余震が生じた。被害地域を視察する、李東基相当特に被害が甚大だったのは、震源の南投げ県と南投げ県に隣接する台中県だが、震源から比較的離れた台北市と台北県でも、ビルが倒壊し多くの死傷者が出た。台湾鉄路の収集駅駅舎は倒壊。台湾の成長の原動力である、ハイテク産業の中心、新築も、 被害を受け、この年の経済成長を、地震の原因となった断層付近は、比較的新しい時代にできた堆積層であった。しかも、断層の傾きが緩やかな正常断層で、断層の東側の地面が突き上げるように隆起した。そのため、地表地震断層に近いところ、特に斜面沿いでは、隆起した軟弱な地面が低い方に崩れ、 地滑りが多発して多くの建物や道路などが被害を受けた。地面のスリップ方向調査で南西から東北東まで様々な方向の移動が観測されたことなどはこれを裏付けている。大地震が発生した夜、日本の国際緊急援助隊が最初に台湾入りし災害現場に急行した。世界各地より災害救助犬も派遣された。 各国から派遣された緊急救助隊の規模また、日本では、1999年10月21日、東京都大手町にて、かゆ台湾チャリティシンポジウムが開催され、深田祐介、小林義則、金美霊らがパネリストとして参加した。ありがとうございます。